教えてもらいに来てるんじゃなかったっけ私みたいなあったんですけど、やっぱりこう自ら学ぶ姿勢があってこそすごくこう学びが増えていく、自分自身スキルアップしていく部分があると思うので、本当にここに通ってから積極性とか、まあ、英語に対しての自分の向き合い方っていうのは変わったなと思います。シロンさんは伴走者、エスコートランナー、私たちのだと思うんですね。で、多分そのような意識を持っていらっしゃるんじゃないかと思うんですね。それで英語を、まあ、皆さんそれぞれの目的を持ってこちらに来てるんですけれども、まあ、その目的に達するまで僕が、まあ、そばにエスコートして、正しい走り方とか、横道にそれそうになったらこっちですよとか、まあ、そういう形のサポートをしてくださるポジション、先生的に教えてるってことがまずないので、もうそこが全く違いますよね。そのいわゆるそのスカイプ英会話みたいなやつとは、あれは大体もう先生教えちゃうんで、すぐ間違ってたらすぐ正しい英文言いますし、だからなんていうんですか、だから日本の義務教育と一緒で、もう正解をひたすら教えられるっていう状態になっちゃうんですよ。だから自分でその修正するみたいな、そういうところがあんまり発揮できない。で、シロの場合はだいたい極限までそれをこう粘って、なんていうんですか、こう引っ張り出そうとしてくれるんで、なんとかこの人の力のみでレベルアップさせたいみたいなのがすごい伝わってくるんで、それがもう運命の差だと思いますね。暗記はしない、暗記はしない、理解して使いこなす、そして馴染む、で決して訳さない。はい、もうね、暗記したものはもうテストが終わったらすぐ忘れるでしょ、ね、だからもう暗記したって絶対身につかないんですよ。もう馴染んでいったものじゃないと。で、私たちは喋れるようになりたいんですから、だからそのなんだっけって、これはもう良くないんですよね。もう気持ち、伝えたい気持ちや伝えたい感情と一緒に言葉が出てこないと。そしたらもうその言葉はもうね、暗記とかでいうレベルじゃなくて、もう自分の中に染み込んでないと。だからネイティブバスタープロもそうですけれども、こう決してこうそのユーザーに暗記させようとかしない。そのために何度も何度も違った文脈、違った状況で出会うことによって、少しずつ少しずつ自分のものにしていく。そうして学んだ単語のみが使うべき時にスッと出てくるし、聞いてもすぐ分かります。暗記したものは必ず忘れます。はい、それが一つですね。そしてそれと同じことですよね。理解し、使いこなし、馴染むというのもそういうことですね。まずやっぱり当然理解はしないと。そしてやっぱり自分で使ってみないと。で、使わせます。だからその、なんつうの？なんかこう、repeat after me みたいにただ単にこうやってこう機械的にやるんじゃなくて、その方が自由に話す中で、その今ターゲットになってる単語を使うチャンスがあったら必ず使いましょうと。その方が自由に話している中で、その今やろうとしている、今身につけたい英文構造を使うチャンスがあったら、ありますから必ず。そのチャンスがたくさんあるよう な内容であったり、トピックであったり、私が選ぶんですね。で、そのことについてお互いに話し合ったり、質問をし合ったりしていく中で、少しずつ少しずつ表現力の幅を広げていくという形をとっています。私は特にネイティブの先生に教わったからといって英語ができるようになるとは思ってなくて、日本人の先生だからこそ教えられることがたくさんあると思っていて、例えばその高校で学んだ英語とかのやり方って、その覚えるとか暗記とかがメインなんですけど、そういうのを経験してきたシロだからこそ、その高校で学んできたその英語の頭の使い方から、どうやってネイティブのその英語の話し方っていう頭にチェンジするのかっていう方法とかを、すごい自分の体験から分かっていらっしゃると思うので、
それをやっぱり伝えられるのは日本人の先生というか指導だからこそかなと思っています。なんで英語を日本人が話せないかっていう疑問、その日本人の発想で英語を話そうとするからっていうことっていうのは多分ネイティブの方ってわからないじゃないですか。だからネイティブの方だと多分わからないことを日本人の苦手なところをシロさん分かってらっしゃる。でそれをレベルに合わせて的確に適切な言い方で、で私たちが分かるように伝えてくれるっていうのが大きなポイントだと思います。でも僕たちってもうある程度その日本語でもう育っちゃってるので、そこから新しく英語を入れなきゃいけないってなった時のその最短ルートをシロは知ってると僕は思ってる。日本語がある状態で英語を学ぶ時にその引っかかるところとか、もうそもそもだから何ですか、そのこう普通にやってっちゃうと絶対これとこれとこれで引っかかるっていうのがもう分かってるから、だから一番初めにそういうの全部こう何ていうんですか、注意喚起じゃないけど言ってくれてたりとか。まあ、一見外から見るとね、ネイティブスピーカーの方がいいんじゃないのって思うかもしれないんですけども、ご自身が日本人だからこそ分かっている日本人特有の癖っていうのも熟知されているので、日本人がこう陥りやすい間違いですとか、まあ、日本の学校教育で教わった間違った理解、まあ、そういったものをこう多くの日本人はこう持ってるのかなと。だそういう意味ではシロは日本人ですので、そういったところをうまくアドバイスできるのかなと。まあ、実際ネイティブの英会話講師さんも、まあ、いろんな優秀な方はいると思うんですけども、まあ、そういう日本人独自のその問題というか、誤った理解、まあ、そういったところをこう肌身で感じられるネイティブの先生っていうのはそうあまりいないのかなと思ってます。私たちのつまずきとか、まあ、時には嫌になってしまうこととか、まあ、そういう悩みを全てご自分も経験なさってるからご存知なんですよね。ですからそういう経験から来るアドバイスというのはとても貴重だと思いますので、だからネイティブじゃない方からのアドバイスを求めて私たちは来るんだと思いますね。オンラインになったからといって私は今までと何も変わったことはないかなと思っています。コロナが流行する前と後も同じように参加できています。以前、熊本の方が私が参加しているクラスに、体験で来られたんですよね。その時は面白いなと思いました。今までこの同じエリアでしか話がないので、大体地域のことを話すと同じような話になってしまうので、熊本ってどうなってるのかなと思って、そういう人とつながりたいなという気持ちもなるので、いろいろ広がってくるんじゃないかなと思いますよね。でも私にとってはすごく良かったのは、そのブレイキングルームっていうところに、入るんですよね。そのグループに分けられてね、そうすると周りの騒音がないから、その方だけの話に集中できるんですよ。やっぱお教室にいた時は皆さんがこう一生懸命お話になるから、やっぱりどうしてもその騒音に消されて聞き取れない部分とかちょっと私なんかあったんですけども、それがなくなったのは非常に良かったですね。集中できるっていうんですか、相手の話に。なんかかなりそのなんていうんですか、劣化してしまうんじゃないかなみたいなちょっと危惧は確かにあったんですよ。でもないんですよね、意外となくて、それがびっくりしましたね。レッスンの内容の流れっていうのも今までと本当に全く一緒ですし、教室でやってる時と変わりないですし、あとはブレイクアウトルーム機能を使っているので、もう本当にこの教室でやっているようなクラスメートと1対1の会話だったり、まあ、3人4人の会話だったりもできるので、もう本当にすごく大満足ではあります。